はい、こんにちは、しらすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は、1位に執着するというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。まあ、前提として、私たちの脳というのは、基本的には手抜きの天才なんですよね。脳というのは手抜きの器官であるということです。なぜかっていうと、私たちの、周りにはですね、もう無限と言っていい情報が存在してるんですよね。地球の中に存在している砂の数より情報の数の方が多いんですよ。だから、もうとてもとてもね、全部の情報なんていうのは処理することができないわけです。で、私たちの脳というのは一つの器官なので、その胃とか小腸とか大腸みたいに一つの器官なので、ね、やっぱりこうエネルギーで情報処理してるんですよね。で、脳が使うことができているエネルギーっていうのは、成人男性で、せいぜい200カロリーぐらい、1日で。1日でせいぜい200カロリーぐらいです。そんなすごくこう限られた情報処理能力で、ね、もう砂の数より、地球に存在している砂の数より多い情報なんていうのは、とてもとても処理することができないわけなんですよ。だからもう脳っていうのは、基本的にはもう分かったような気になるっていう天才なんですよね。いやもうそれ知ってる。あ、それ知ってる。あ、それ聞いたことある。あ、それ見たことある。ね、っていう、もうね、そういうこう分かったような気になるっていう意味ではもう天才的なんですよね。だから基本人間っていうのはもう自分の本能に任せてたら 100% サボります、ね。脳がもう手抜きの天才なのであり、その脳に従っていたらもう 100% サボるんですよ。ね、それはその個人の資質とか、ね、本人のその意志の強さとかね、その気合とか、ね、根性の、ね、有無とかっていう問題じゃなくて、人は基本的にサボるんです。で、それがもう前提なんですよね。だから、人っていうのは、ね、誰か他の人に、ね、怒られない程度に仕事をして、ね、これぐらいやっとけば、誰からも怒られないだろう、他の人から怒られないだろう、ね、親から怒られないとか、教師から怒られないとかね、上司から怒られないだろうぐらいの、怒られない程度で、仕事をやって、で、本人は自分は自分なりに、頑張っているわけですよ。ね、で自分なりに頑張ってこの結果だったら、それは仕方がないと、ね。それは他の人がやっても同じ結果であるということですよね。だけど世の中にはね、ごくごく限られた人がやっぱり成功してるわけですから、自分も成功したい。じゃあどっかになんか手っ取り早くね、で効率よく、ね、すぐになんか成功できるような方法はないかなみたいな感じで、ね、お手軽なノウハウを探し続けると。こういったのが典型的なパターンということですよね。脳は基本的にサボりたがりなので、他人に怒られない程度で頑張る。他人に怒られない程度で頑張ってるから、他人に怒られない程度の結果しか出ない。だけど、ね、世の中にはね、中には成功してる人がいるので、だから自分も成功できるように、なんかね、お手軽で、こう、今すぐね、簡単に成功できるようなノウハウを探し続けると。こういったパターンっていうのが典型的なパターンということになるわけですよね。だから前提としては、もう脳というのは手抜きの天才であると。だから、ね、ちゃんとその環境とか人間関係を整えない限りは、基本的には人っていうのは頑張れないんだと。要するにこう自分の限界っていうのを超えていくことっていうのは不可能だということなんですよね。で、そうした時に、じゃあね、その自分の限界を超えて、ね、突出した結果を出すというのであれば、それはもうね、今回の、ね、動画タイトルになっていますけれども、1位に執着するということがすごく大事なんですね。こう1位っていうのは数字になってるので、1位が取れてるか取れてないかっていうのはもう明白ですよね。こうなんとなく頑張るとか、自分なりに頑張るとかじゃなくて、1位を取るというふうにこう数値化するということが大事で、で、そしてそれはもう絶対数字としては1じゃないとダメだということなんですね。で、1位に執着し続けていると、どん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 自分から厳しい環境、厳しい人間関係の中に入っていくということができるようになるわけです。ね、で、そうした時に、やっぱりこう小学校、中学校、高校っていうのは文部科学省下の教育になっているので、どうしても人間の脳っていうのはその教育から脱しないと平均っていうのを基準にしてしまうんですよ。ね、学校っていうのはこう平均っていうのを発表しますよね。
例えば算数の平均点は68点でしたとか、ね、そしてその例えばその算数の平均が68点で、ね、じゃあ自分はその、ね、平均に比べてどれぐらい良かったのか悪かったのかっていうのが偏差値というふうな言われているものですよね。だから自分は1位じゃなかったんだけど、なんか平均より良かったらなんかね悪くなかったんだみたいな感じでこう安心するみたいな変な価値観っていうのが植え付けられてるんですね。なんかこう自分の基準っていうのが平均より上なのか下なのかっていうのが無意識の判断基準になりがちなんですけど、もうそれだと絶対成功なんて無理です、ね、成功っていうのは1位を取るってことなので、まあやあのね、スポーツの世界は分かりやすいですよね。ね、優勝したチームが成功しているわけですよ、ね、優勝したっていうことが成功したってことであり、ね、銀メダルとか銅メダルの人たちは負けてるわけですよね。明らかに負けてるわけですよ、ね、だからそれは、ね、別にスポーツの世界だけじゃなくてありとあらゆる世界が基本的には1位が成功したということであり、1位じゃなかったってことはそれは負けたってことなんですね。1位が成功、2位以下は全部負けなんですよ。だからまずはその基準っていうのを自分に、ね、もう一回こうね、作り直さないといけない。まして平均なんか考える必要もないですよね。自分は平均よりいいのか悪いのかっていうのはもうそれこそ18歳の高校卒業とともに捨て去らないといけない。で、平均なんて本当にね、見る必要もないし考える必要もないですよね。見るのは常に1番だけなんです。1位だけを見るということが大事なんですね。で、そうした時に人間の能力の差っていうのは実は人が思うほどはないんですね。人はなんか能力の差が大きいから結果の差が大きく出てるっていうような感じがするかもしれないんですけど、実は人の能力の差っていうのは本当に小さいんですよ。もともとのそのね、才能という意味で言うならば、その人が持っている能力っていうのは、ね、結構ね、みんなと同じなんですね。なんですけど、結局結果には大差がついてますよね。で、それはやっぱこう基準の違いなんですよね。こうね、まあ、大体平均以下、平均ぐらいで安心感を覚えてしまう人とか、ね、逆にこうね、他人から怒られてない程度に頑張るっていう基準の人もいれば、もう1位じゃなかったら負けだということで、まあ、自分を全否定することができる人もいるということなんですね。で、能力の違いっていうのはね、そんなに大きくはないんですけど、しかし持ってる基準の違いっていうのはすごく大きな差があるということです。だから基本的には1位というのに、まあ、執着する自分っていうのをまず作るということが大事なんですね。で、そうした時にやっぱり人の能力には大きな差がないので、何で1位を取るかっていうのをやっぱりこう決めていく必要がありますよ ね。人の能力には差がないっていうことは何でもかんでも1位にはなれないんですよ、ね、例えばサッカーで1位になれたからって言って、じゃあ自分が野球をやったら野球でも1位が取れるかって言ったらそんなことはないわけですよ ね。じゃあ野球で1位が取れたからって言ってテニスで1位が取れるかって言ったらそんなことはないわけですよ、ね、テニスで1位が取れたから、ね、じゃあアイスホッケーで1位が取れるかって言ったらもちろんそんなこともないですよね。だから何で1位を取るかっていうのをやっぱり決めていく必要があるんですよね。自分は野球で1位になる、自分はサッカーで1位になる、自分はテニスで1位になるっていうのをやっぱり決めていく必要があるわけなんですよ、ね、そしてまず自分が決めた道で、ね、1位を取ると、ね、自分はこの分野のこの業績に関して、例えば野球で1位になるって言ってもね、ホームラン王っていうのを目指す、道もあれば、ね、ヒットを一番たくさん打つっていう道もあればね、もしくはそのピッチャーとして、ね、例えば一番最多勝利、1年間で一番たくさん、ね、勝利するっていう1位を目指す方法もあれば、まあ、自分は防御率っていうので1位を目指すっていうね、まあ、それぞれ野球ってなったとしても、ね、何で1位を目指すかっていうのはやっぱり自分で決めることができるわけで、でやっぱりこう自分の人生っていうのは何で1位を取るか、でどの分野のどういった数値指標で1位を取るかっていうのをまあ決めていくということが大事なんですね。まずはその基準を平均とか、ね、上位 1% とか、ね、そういう、こうぬるい基準じゃなくて、まずは1位というのを自分の人生の基準にするということが大事です。で、そうした時に、ね、じゃあ何で1位を取るかっていうのを今度は自分で決めるんですよね。自分はこれだったら1位が取れそうだから、ここは絶対自分は1位を取ると、ね、野球という分野で例えばヒットをたくさん打つと、最多安打で1位を取るとか、ね、打率の高さで1位を取るとか、ね、ホームランで1位を取るとか、防御率で1位を取るとか、最多勝で1位を取るとかね、盗塁で1位を取るとかね、まあ、とにかく自分で決めるわけですよ。で、これだったら1位が取れるんじゃないかなっていうのを考えて、で本当にそれで1位を取るということがすごく大事なんですね。
で、もしそれがね、まあ、すぐパッとこうね、思いつかないというのであれば、やっぱり今いる場所で1位を取るということが大事ですね。今いる場所で1位を取るということが大事です。まあ、例えば、働き方で言うならば、ね、例えばその、ね、野球に例えてみたときに、ね、甲子園、例えば高校生は、ね、何で1位を目指すんですかって言ったら、それは甲子園優勝ですよね。ね、高校生って何で一番を目指してるんですかって言ったら、それは甲子園で優勝するということになるわけです。ね、もしプロ野球っていうんだったら、そのプロ野球の世界で1位を目指すということになりますよね。でもし大リーグだっていうんだったら、やっぱ大リーグで1位を目指すということになりますよね。常に常に今いる場所で1位になる。ね、高校生は大リーグで1番になるっていうのは将来の夢だったとしても、実際にやらなければならないのは甲子園で優勝することなんですよね。で常に今いる場所でまずは1位を実際に取ると。そしてその1位っていうのが自分にとって当たり前の基準であり、1位じゃなかったら居心地が悪い。要するにこう2番以下っていうのは自分は負けてるんだっていう居心地の悪さっていうのを感じられる自分になるということが大事なんですね。そう、勝ち癖をつける、そして1位っていうのが当たり前の自分になるというのがすごく大事で、2番以下の場合は居心地が悪いから1位を目指して頑張る方が当たり前と、ね、いう自分になっていくということがすごく大事なんですね。で、そうした時に例えばね、さっきのその野球、甲子園、その高校野球生の甲子園、プロ野球、そして大リーグというふうに、まあ、3段階ですよね。高校野球、プロ野球、大リーグっていうふうに、まあ、例えば3段階あったというならば、まあ、例えばお金稼ぎも同じような段階があるわけですよね。まあ、すなわち、例えば従業員、ね、そして独立企業、そして最後は投資家という段階ですよね。従業員、そして独立企業、まあ、企業家もしくは経営者ですよね。そして最後は投資家と。ね、そういう段階、従業員、経営者、そして投資家っていうような、まあ、段階があるわけです。で何で1位になるのかっていうのがね、自分で分かるならば、まあ、自分でこうしっかりと決められると、自分はこの分野のこれに関しては1番になるというのがはっきりと明確にこう決められるっていうんだったら、そしたらそのね、自分が決めた分野で本当に実際に1位を取ればいいわけです。1位を取るべく全身全霊一生懸命取り組めばいいわけですよね。なんですけど、もしそれが明確に答えられないっていうんだったら、やっぱり今いる場所で実際に1位を取るということがすごく大事なんですね。まあ、例えば今ね、自分は従業員ですと、ね、会社員ですというのであれば、やっぱりその会社員として従業員として1位を取ると、実際に取るということがすごく大事なんですね。ね、何で1位を取るかっていうのはね、それでまあ違うわけですけど、ね、例えば製造部門の人だったら製造部門のね、自分で決めるわけですよ。ね、この製造部門で自分はこういったことで1位になるとかね、もちろん営業だったら営業で1位を取るというような、なんか自分の基準っていうのを作って、でそれで必ずそれで1位を取ると、ね、明らかに1位が取れてるのか取れてないのかっていうのがはっきりと分かるような基準で1位を目指して実際に1位を取るということが大事なんですよね。でそうした時にやっぱり会社員とか従業員っていうのはやっぱりお金稼ぎの世界で言えば高校野球なんですよ、まあ、つまりアマチュアなんですね。だから自分は守ってもらえてるわけですよ、会社から。で会社という場所からやっぱり守ってもらうことができてるわけですよね。そして毎月毎月固定の給料っていうのを保証してもらっているわけです。でその環境の中でまずは1番を取ると。要するに高校野球の、ね、球児たちが甲子園優勝を目指して一生懸命頑張るというのと同じように、まずはその会社に守ってもらえていて、ね、毎月固定給を保証してもらっていて、生活の安定がある状態で、ね、例えば自分は製造部門でこういった指標で自分は1番を取ると。自分は営業部門でこういった指標で1番を取るということで、まずは1位になるということですよね。実際に1位になるということですよね。でそれはね、はっきり言ったらお金稼ぎの世界の中では一番楽勝なわけです、ね、なんでかって言ったらライバルが同じ会社の人だけですよね、一言で言うと、ね、その自分はこの会社で1位になるっていうのはライバルが自分の会社の人たちだけなんですよ。だからめちゃくちゃ競争が緩いんですよね。ね、だからまずそこで、ね、とにかく1位を取ると。そして実際1位を取る過程の中でやっぱりね、まず現場の仕事がめちゃくちゃできる自分になると、給料もらいながら自分の知識技能を高めることができるっていう、まあ、非常にこうね、幸せな立場にいるわけですから、自分の生活保障してもらってますと、毎月固定給を保障してもらってますと、ね、自分の生活保障してもらいながら給料もらいながら、まあ、自分の知識技能を高めることができるわけですよ、ね、まあ、そういう、こう幸せな環境の
の中で実際ライバルが弱いですから、ね、自分の同じ会社の中の人たちだけですよね。ね、まあ、だから、ね、表現は適切かどうかは別ですけど、まあ、はっきり言ったらみんな羊なんですよ。はっきり言ってね。だから一人狼になればもう勝てるんですね。一言で言うと。ね、みんながね、なんかね、こう場の空気をね、保ちましょうとか、ね、社内の輪がね、大事ですとか、社内の融和が大事ですとかって考えてる中で、ね、自分だけが狼として、もう徹頭徹尾1位になると、絶対自分が1位になると、ね、必ず他の人たちよりも、ね、自分が優れた結果を出すというふうに決めている、まあね、周りが羊なのに自分だけが狼だったら、それも簡単に楽勝で勝てるんですよ。だから、まずはそういった、ね、とにかく会社の中で1位を取ると、ね、で、1位っていうのを体の中に、自分の体の中に入れるってことが大事なんです。ね、でもし、ね、自分はこの分野でこういった立場で、ね、1位になるっていうのが明確に、ね、答えられないというのであれば、今いる場所で1位になると、ね、業績で会社に貢献すると、自分が出している実際成果で会社に貢献するということをまずするわけですね。でそうするとですね、実際1位を取ると自然と自分の次の道ってね、見えてくるものなんですね。で自分が今いる環境の中でやり残しっていうのがあると、次の世界っていうのはなかなか見えてこないんですけど、自分が今いる場所の、ね、世界でやり残しがないと、自分はやりきったと、もうね目標がないというのであれば、自然と次の目標っていうのはね、まあ見えてくるものなんですね。でそうした時に、例えば会社員として1位になったと、例えば自分は営業で1位になったと、自分が一番物を売ったと、ね、その売上の金額が大きかったとか、会社に対して一番大きな利益貢献したとかっていうことであれば、ね、その人っていうのは仕事ができるようになってますよね。現場の仕事がすごくできるようになってるわけですよ。ね、そうすると、まあ、自然と自分はね、この分野で、この部門で、この仕事で1位になれたからっていうことで、だったら自分で勝負してみようかなっていうような、例えば独立起業みたいな道っていうのも自然と見えてくるんですね。で、それがもし見えてこないっていうんだったら、やっぱり会社の中でやるべきことっていうか、やれることをまだやりきってないっていうことなんですよ。ね、もう自分はこの会社の中にいて、もう目標がないと。自分はもうこれでもう1位を取ったので、ね、もう自分が、ね、この会社の中でなんか目指すものがないということであれば、まあね、目標がないだけではなく、自分自身がすごく仕事ができる人間になってますよね。だから現場の仕事がすごくできるような人間になってるわけですよ。まあ、簡単に言えば高校野球で活躍した、ね、球児のような状態になってるわけですよね。だったら自然と次の道っていうのは普通に見えてきます。その人が本当に実力があるというのであれば、例えば野球だったら高校野球児がね、要するにプロからね、声がかかるというようなことがありますよね。で、同じように会社員として本当に一番になって、自分は本当にその会社に業績っていう意味で貢献したと。ね、明らかに会社に対して自分は給料以上の2倍、3倍の、ね、仕事を実際やってきたということであれば、まあ、自分自身に対しての自信っていうのもありますから、まあ、そうすると、ね、じゃあね、会社に守ってもらわなくても自分の、ね、名前で勝負してみようかなということで、まあ、独立起業っていうような道っていうのもね、自然と見えてくるものなんですね。でそうすると今度はプロ野球ですよね。ね、こう会社員であるっていうのと、まあ、起業家もしくは経営者っていうのは明らかにね、その置かれてる環境の厳しさっていうのが違いますから、ね、要するにもう会社員とか従業員の人たちははっきり言ったら会社に守ってもらってたわけですよ。ね、だから生活の保障っていうのがあったわけで、まあ、極論自分なりでも、ね、クビにさえならなければ生活っていうのは保障があったわけですよね。ですけど、ね、今度は自営っていうことになると、まあ、自分で、ね、今度は仕事をしていくってことになると、今度はそうはいかないですよね。今度は周りの人たちっていうのははっきり言ったら、その高校野球では、ね、活躍した人たちばっかりですから、ね、要するにこう従業員とかサラリーマンでは、ね、十分に成功した、ね、要するにこう例えば、まあね、あの会社で一番になったとか、この会社で一番になったっていうような、要するに高校野球の世界では活躍したような、まあ、いわゆる現場レベルの仕事っていうのがきっちりできる人たちばっかりが集まってるわけですよ、ね、その自営っていう世界になるとね。で今度はプロ野球ですよね。今度は会社は守ってくれないわけですよ。もう自分で稼がなければ、ね、生活はできないわけですよね。安定して、ね、保証された給料っていうのもない。しかもライバルたちはみんな、ね、現場レベルの仕事はできる人たちばっかりですよね。会社の中だったら、ね、それこそ1位を取ってたとしても全然不思議じゃない人たちばっかりなわけですよね。まあ、そうすると明らかにプロ野球の世界になるわけです。で今度は、ね、前回よりも、ね、より厳しい環境の中でやっぱり1位に執着するわけですね。
間違っても平均なんか気にする必要ないんですよ。ね、もう平均を気にして、あ、自分はね、なんかこの業界の真ん中よりは上だからとかってね、安心感を覚えるようになったらもうダメですよね。もう危機感を持たないと、ね、とてもとてもそういったね、ぬるい起業家だったら5年持たないです。ね、自分はまあこの業界の中ではマシな方だとか頑張ってる方だとかっていうんだったら、まあ、そんなねぬるい人を、ね、5年、ね、生かしておくほど、ね、社会っていうのは甘くはないですよね。だからもう当然1位と、ね、2位以下は負けなんです。でその、ね、業界その地域の中で2位だというのは負けてるってことなんですね。だから絶対1位にならないといけない。必ず1番にならないといけないわけです。もちろんその1位の基準、物差しっていうのは自分で決めていいんですよ。ね、野球だった時に、ね、全員がホームランバッターにならなくても、ね、別にね、ヒットの数でも打率でもいいし、盗塁でもいいんですよね。何の基準でもいいんですけど、その代わり必ずこの、ね、自分が決めた基準では絶対1位というふうになると、ね、いうことですよね。2位は負けと。ね、絶対1位と。ね、そして実際にそれが1位っていうのがはっきりと分かるような基準を設定して1位を取れてるのか取れてないのかっていうのが一目瞭然の状態で実際に決めた 1位っていうのを取って取り切るということをするわけですね。そうするとプロの世界でも生きていくことができているということですよね。周りの人たちはみんな仕事がねできる人たちばっかりの中で、ね、自分は実際にこの業界もしくはこの地域で一番が取れたということであれば、ね、やっぱプロとしても生きていくことができているということですよね。まあ、例えば経営なら経営っていうのが一応一人前にできると、ね、別にあの、ね、誰かに守ってもらわなかったとしても、まあ、自分が本当に必要としているお金は自分の力で腕一本で稼げることができたと、ね、しかもこの業界もしくはこの地域の中で1位を取ることができたということであれば自然とやっぱり次の、ね、段階っていうのが見えてくるんですよね。でその次の段階っていうのは何か、ね、野球だったら高校野球、プロ野球、そして最後は大リーグでしたよね。今度は全世界の中で、ね、そのスーパースターの人たちが集まる、まあ、そういう世界が大リーグですよね。でお金稼ぎの世界で言った時に、ね、最初の甲子園っていうのが高校野球っていうのが例えば会社員だと、ね、そしてそのね、プロ野球っていうのが例えば経営者だというのであれば、ね、最後の大リーグっていうのは何かって言ったらこれはもう投資家ですよね。まあ、投資っていう世界は、まあ、いわゆるお金稼ぎの中では大リーグなわけです、ね、で要するにもうライバルが全世界ということになります、ね、全世界がライバルということになるわけですよ ね。だから日本から、ね、海外の投資案件に投資することができるってことは逆に海外の人たちも日本の投資案件に投資することができるわけですよ、ね、だからもう基本的には全世界、ね、一番お金、ね、動きが、ね、早くて自由なお金というのが、まあ、瞬時に世界中を駆け巡り続けていて全ての人たちが、まあ、自分たちが投資で勝つと、ね、利益を得るということをやっているわけですから、まあ、お金稼ぎの世界の中でいう大リーグというのはまさに投資という世界ですよね。でそうした時に、まあ、日本人で、まあ、実際投資っていうのをまあ、ね、何らかの形でこうやってるっていう人が、まあ、1500万人ぐらいいるんですよね。まあ、自分は何らか投資をやってるもしくはやったことがあるという人が、まあ、1500万人ぐらいいるわけですよ。でその中で本心でこう全身全霊で投資をやってる、要するにこう片手間じゃないと、ね、副業じゃないと、ね、これは本気でやってると、ね、自分は投資家として本気でやってるっていう人が、まあ、その、ね、10% の150万人ぐらいいるんですよね。で1500万人ぐらいが、まあ、投資をやってますとか自分は投資をやったことがありますっていう人が1500万人ぐらい日本人でいて、ね、そのうちの150万人ぐらい 10% ぐらいの人がもう本気でやってると、これは片手間じゃないと、ね、もう自分は全身全霊で、ね、投資をやってるという人が150万人ぐらいいて、で実際勝ってるっていうね、まあ、トータルで、例えば自分の投資の 全成績を、ね、並べてその合計ですよね、勝ったり負けたりっていうのを全部合わせてみた時の、まあ、トータルで勝ってるのが、まあ、10万人から15万人ぐらいというふうに言われてるんですよね。だからまあ1500万人、ね、が実際投資をやっていて本当に勝ってる人が例えば15万人ということであれば、ね、要するに15万人が勝って残りの1485万人が負けてるという世界ですよね。まあ、これが投資という世界です。だからめちゃくちゃ厳しいんですよね。それこそ会社員とか、ね、その経営者とかっていうのとは比べ物にならないぐらい厳しい世界ですよね。まあ、それはもう大リーグだからです、ね、もう全世界の投資家が対象だし、もっと言うと、まあ、人間
間が相手っていうだけだったらまだいいですけど、人工知能も参加してますからね。人工知能もね、お金をね、運用してますから。だからまあ人工知能プラス世界の投資家っていうね、もう ありとあらゆる人たちがライバルの中で、まあね、日本人に限定したとしても15万人ぐらいが勝って、残りの1485万人ぐらいはなんだかんだ言って負けてるということですよね。まあ、そういう世界なわけですよ。で、一番厳しい世界なわけですよね。でそういった世界でやっぱりね、成功するっていうことでいけば、ね、それはやっぱり1位というのを基準にしてるような人じゃないと、まあね、勝てないんですよ。ね、自分なりに頑張ってますとか、ね、なんかね、ちょっと自分の運用成績はね、多分平均よりはいいと思いますとかね、なんか月々ね、安定的にね、40万ぐらい利益が出たらいいなと思ってますみたいな人じゃ話にならないっていうことなんですよ。ね、そんな甘い世界じゃないということなんですね。まあ、お金の世界で言えば大リーグっていうのが投資の世界なわけですよ。ね、もう全世界のどんな人でも参加することができて、ね、全世界の全てのものが商品が投資案件になってるということで、しかも人間だけではなく人工知能も運用に当たってるということで言ったならば、もうこれはもうね、本当に1位をね、取りに、ね、いかないと、ね、絶対負けるという世界なんですよね。だから本当に1位というのが自分の体質の中に入ってると、ね、2位以下は負けなんだと。まして自分なりに頑張ってるとかね、今日は自分は何時間やりましたとか、何時間仕事をしましたとかっていうのじゃ本当に話にならないんですよ。もう基準がね、全然ぬるすぎるということですよね。ね、まだもう一回こう高校野球からやり直しましょうみたいな、まあ、そういう話になってくるわけなんです。ね、だから勝つのは当たり前で、勝つってどういうことですかって言ったら1位になるっていうことなんですね。ね、だから1位になると、ね、2位以下は負けなんだと。ね、だから自分は例えば会社員時代はこれで1位を取りましたと。ね、そして経営者としては、ね、この業界もしくはこの地域のこの数字、この数値において1位を取りましたと。まあ、そういう人たちが、じゃあ今度は全世界相手に、ね、全世界の人が全部ね、参加することができる、ね、投資という世界で初めてこう、ね、勝負をかけに、行くわけですよね。だからもう基準がその平均なんかっていうのは全然基準にならないし、ましてね、そのね、2位とか3位とかだったらもう完全に負けと、ね、もう1位と。いうことでもう全身全霊ですよね。もう自分が何時間勉強したとか何時間、ね、努力したとか全然関係ない。もう本当に成果だけですよね。もう勝ったか負けたかだけなわけですよ。白か黒かっていうことですよね。とにかくその1位に集中する。あとはじゃあ投資って言ってもものすごく広いので、ね、実際そのね、ありとあらゆる投資で1位になるなんていうのは絶対無理ですからね、だから、まあ、自分は、ね、その投資っていう世界の中でじゃあ何を1位に目指すのか、ね、それは通貨、円とかドルみたいな通貨で1位を目指すのか、それとも債券ですよね、で1位を目指すのか、もしくは、ね、不動産で1位を目指すのか、もしくは、ね、株式で1位を目指すのか、もしくはその仮想通貨みたいな新しいものですよね。で、1位を目指すのか。とにかく基準が1位になってるかどうかってことなんですね。この分野のこれに関して言うならば自分が一番詳しいとか、この分野のこれに関しては一番自分がね、運用の利率がいいと、ね、利回りがいいというような、やっぱりこう1位というのを本当に自分の基準にしているか、本当にこう自分なりにね、勉強してますとか、自分なりにやってますとか、何時間やりましたとか、本当にそんなのどうでもいい話で、それはもっともっと前段階ですよね。時間なんかが大事だっていうのは、本当に高校野球ぐらいの話で、ね、もうその経営者としてもそういったのは全然関係ないですよね。もう経営者も、経営者は自分が何時間仕事したのかっていうのは本当にどうでもいいことで、ね、基本的にどれだけ稼いだかっていう成果だけですよね。数字だけなわけですよ。で、投資っていうのはそれがもっと、ね、露骨っていうか、もっとわかりやすいですよね。もう自分が儲かったか損したかなんていうのは一目瞭然でわかるわけで、ね、そういう極めてこう冷徹な世界の中で、それでもね、やっぱりこう自分はね、投資という一番ね、お金の世界で、まあ、大リーグの中でも、ね、成功していくっていうんだったら、当たり前に1位っていうのが自分の体の中に入ってるってことが大事なんです。1位じゃないと負けと。ね、自分は1位じゃない、負けてると。で、居心地が悪いということで、どん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 自分の体を無意識がね、もう自然自然と動かしていくぐらいになってないと、まあ、成功するっていうことはやっぱりできないということですよね。本当歯磨きと一緒ですよね。
歯を磨いてないからなんかね、居心地が悪いっていうのと一緒で、自分は2位で負けてるから居心地が悪いと。ね、だから別に時間なんか関係なく、もう、ね、ずっと勉強してるし、ずっと頑張ってるし、ずっと努力してると。ね、24時間365日で戦ってますみたいな人じゃないと、やっぱり簡単に成功するってことはできないということですよね。ね、大事なのは1位ということです。ね、自分の基準が1位になってるかどうか。ね、自分なりにここまで頑張ったとか、ね、結構頑張ってるとかって言うんじゃなくて、1位じゃないと負けなんだと、ね、自分は1位になってないんだったら負けてるんだという、そういう基準をとにかく1位というものに固定して、そしてそれを本当に取りに行くと、ね、もちろんどの分野でどういう基準で1位っていうのは自分で決めていいわけですけど、野球なのかサッカーなのかテニスなのかっていうのを決めていいのと一緒で、自分はね、どの分野で1位っていうのを取るのかっていうのは決めていいわけですよ、ね、しかも野球って決めたとしても、ね、それはピッチャーとして取るのか、それとも野手として取るのか、ね、ピッチャーというならば、ね、自分は最多勝を狙うのか、ね、防御率で狙うのか、奪三振で狙うのかと、そういったのは決めていいわけですよ。で、自分は野手で1位になるって言った時も、ホームランを一番たくさん打ちたいのか、ね、ヒットをたくさん一番打ちたいのか、出塁率で一番になりたいのか、盗塁で一番になりたいのか、それは自分で決めていいんですよ。しかし必ず1位にならないといけないと、もう絶対に1位にならないといけないと、自分はこの分野のこの基準、この数値においては絶対1位になるということで、常に1位を目指していると。1位じゃないというのであれば気持ちが悪いと、今日は歯を磨いてないというような状態を感じられるような自分であるということが大事なんですね。自分はまだ1位じゃない、2位だと、負けてるとね、ってことはね、必ず何かをしないといけないということで、もう無意識が体を勝手に勉強に向かわせ、ね、仕事に向かわせ、努力に向かわせるっていう状態になるということが大事ですね。そういうね、体質になっていくと、もう成功というのは自動化されます。ね、要するにこう無意識が自分の体をどんどん動かすようになると、成功というのは自動になるんですね。自動的に成功していくことができると。大事なのは人の能力の差っていうのはほとんどないので、じゃあそれなんで人の能力にほとんど差がないのに結果に大差があるんですか？それは基準が違うんです。ね、目指している基準が違うんですよ。ね、みんなと同じとか、ね、平均とかっていう人が多い中で、ね、1位じゃないと負けだという基準の人っていうのはかなり少ないですから、ね、それ会社員だろうが経営者だろうが投資家だろうが、自分は1位じゃない、だから負けてるというぐらいの基準の人っていうのはぐーっと人数が減りますから、まずはその基準っていうのを本当に徹頭徹尾自分に叩き込むということですよね。で、周りの人がね、なんかね、自分なりに頑張った、今日9時6時で今日も頑張ったなとか、今日は金曜日土曜日だから頑張ったなとかってね、頭を撫でてるような人がいたら、ね、今こそチャンスだと、ね、この時間を生かせば自分は1位になれるということで、自分の、ね、成功に向かって自分の大事な時間っていうのを投資し続けるということですよね。で、1位の基準にし続ける、ね、それだけが人をの結果っていうのをすごく大差に導いてるということですよね。みんなが似たような結果を取ってる中で、一人圧倒的な結果を出してる人がいるとするならば、それは能力の違いではなくて基準の違いなんだと。その人は常に1位だけを見続けて、そして体が1位に向かって動き続けている、そういう、こう成功が自動化された人こそが成功をしていってるんだというお話です。はい、今回の動画はですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材プレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それでは。